はい、どうも、皆さん、おはようございます。ガクチャンネルのガクです。今日はですね、今いてるのが前にあの吉野の桜をね、見に行った時に、泊まってた、まあ、あの奈良の24号線沿いの、古民なんですけど、今日はですね、僕の新しい、バイクね、Vストロームの、250ですけど、こちらの方でね、奈良市運転まだ終わってないので、今ちょうどね400ちょいくらいかな、今の距離見ておきましょう。これで映るかな、462ね、ということで、こんな感じになってますね。でナビね、これね、実はね、あのスマホのステイね、に、この土台のベースはあの前ちょっとドローンの関係でね、作ってた土台があって、でそれをね、この、締め込んで、ナビのステイはねちょっと作りましたけど、あのそれで、ポータブルナビを、つけてます。まあ、雨降ったらダメですけどね、今日は天気なんで、天気いいんで。ただちょっと長く作り、このなんていうかな、ここの幅長く作りすぎて、ちょっと振動がね若干気になるかなと思ってたんで、ちょっと検討の余地あるかなと思います。今日は一応これでやってみて、まあ振動がもしね、すごく気になるようだったら、またあの、スマホの方にねちょっとやり替えて、いきたいなと思います。まあ、今日はもう装備の説明はもう何もしませんけど、ちょこちょこね、いじってます。はい、で今から朝ごはんをちょっと食べてね、それから出発しようと思います。はい、じゃあね、行こうと思います。これ、スマホのアプリで、なんていうかな、道の駅ってやつね。で、行ったところをこうチェックできるやつなんですけど、とりあえず、吉野寺、上北山っていうところにね、行きます。で、まあ、奈良県こうやってぐるーっとこう回る感じです。ね、結構距離があります。で、とりあえず登録をもうある程度してるので、まず行くのが、ここ吉野寺上北山ってところね、ここへ行きます。目的地を設定しました。一応一般優先にしておいて、ナビ走行これでいいかな。はい、まああのスマホのナビで行ってもいいんですけどね、まああのなんていうか一応ね、これ使いたいなと思って。よいしょ。はい、じゃあ行こうと思います。今現在が6時41分。朝ごはんをね。食べて、まあ今から行こうかなっていう感じ。はい、どうも。今ね、大淀アイセンター、前来たところですけどね、インフォメーションセンターの方、道の駅に、立ち寄りました。とりあえずね、ちょっとトイレ休憩、っていうことと、あとさっき言ってたあのスタンプ帳をね、忘れちゃったんで、ちょっと新たにね、買いました。まだちょっと時間早かったんですけどね、レジも空いてなかったんですけど、近くにいてた多分お店の人がね、対応してくれて、開けてくれたんですよ。実はね、それだけ売ってくれたっていうかね、いう感じですごく助かりました。で今からね、またちょっと、行こうと思います。ちょっと余計な時間を送ってしまったんでね、どんどん行こうと思います。ちなみに、まあ、さっきね、なんかカメラどうなのかな、音声取れてたのかな、ちょっとなんかうまくいってなかったかもわかんないんですけどね。今日はヘルメットの中にマイクを仕込んで、撮影をしています。
あのマイクね、あのなんていうかな、 PC 用のマイクかな、これあのをちょっとコードを加工してちょっと短くしてね、あのヘルメットの中に仕込んで、っていうので撮影をしてます。一応あの部屋では音声ちゃんと取れるかはチェックはしたんですけど、なんかこうコネクターの差し込みのところがうまくいってなかったのか、さっきの出だしの映像がちゃんと撮れてるかちょっと不安になっています。はい、今はもうちょっとしたらね、吉野の方に差し掛かる、ところですけど、まあ、吉野山ね、前ちょっと去年は あまりいい思い出がなかった場所でもありましたけど、あれはドローンをね、飛ばしに行くっていうところで、行ったんですけど、まあ、なかなかちょっとね、まあ、トラブルまでは行ってないですけどね、カメラマン撮影してる人とちょっと人もちょこあったっていうね、お話をしましたけど、まあそんな感じでした。まあ今年はね、もうね、行く気はないんですけど、もうそろそろね、もうちょっとして暖かくなってきたら、まあ、あの時期かなというふうには思いますけど、またちょっと早いと思いますね。なんか向こうの方ピンクになってるのは咲いてんのかな、あれ。なんかえらい満開になってますけど、梅、でも梅にしたらピンクすぎる感じするんですけどね。吉野の方も多分ね、ちょっとね、寒いでね、やっぱ山なんで、もうちょっと暖かくならないとダメだと思うんですけど、今の時間が8時3分ね、です。まあさっき最初のコンビニからは、まあ1時間、くらい、1時間ちょっとくらいね、走ってきた感じです。まあ出たのが6時半、なんだかんでで6時半ちょっと過ぎ。であと、ちょっと渋滞がね、あったんで、時間を送っています。まあ、もうね、多分山の中入っていくとね、まあ信号もなくなるし、スムーズにさーっといけると思うんですけど、次はね、とりあえず第一目標のその、道の駅までそのままノンストップで行こうとは思ってます。ガソリンもね、ちょっと一応ね、もう満タンっていうかまでは入れてたんですけど、ガソリン満タンまで入れてからどのくらいかな、3、40キロ走ってたんかな。で、どっかでね、まあ入れようと思ったんですけど、なかなかちょっと道沿いにセルフの良さそうなパッと寄れるようなとこがなかったんで、もうダラダラ来てしまいましたけど、まあもうこのまま、まあ十分ね、走れると思うんで、このまま行きたいと思います。まあ、なんていうかこうね、あんまりブン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 速度出して走るっていうよりものんびりと行くようなバイクなんで、まあなんかこう前に車いててその後ろ走っていくくらいがちょうどいいのかなっていう感じもしなくはないですよね。正直あの DSX の、まあ僕 R じゃなくて S なんで、カウル、まあ、ちょっとしたカウルがついてますけどね、こう、なんていうかな、ブンブン行くようなバイクじゃなかったんで、前のやつも。だけど、やっぱりこういうね、なんかごちゃごちゃしたものをいっぱいつけるよりのはあんまり似合わないバイクではありましたよね。トップボックスとかもね、できればつけたくないっていうようなデザインのバイクでしたけど、まあ、このバイクはね、逆にごちゃごちゃいろいろつける、のが似合うっていうかね、そういうバイクだと思うんで、まあ、逆に僕に合ってるのかもわかんないですね。最
ードパニアとかもつけたいですけどね。純正のやつはあのトップとサイド両方ついててね、結構こうお安くなってたりしたんで、あれなんかな、去年くらいになんかキャンペーンやってて、なんか3つ買セットで買うとなんか、メーカーの方で安くなる割引みたいなキャンペーンやってましたけど、僕買ったねバイク屋さんね、なんかそれ継続してんのかな、割引率がちょっと悪くしてんのかちょっとわかんないですけど、なんか3つセットで買うとね、ちょっとお安く買えたりするような感じのやつがあったんですけどね。だけど今いろいろ見てたらやっぱりトップもサイドも純正のやつはね、なんかすごい頑丈に作られてるんですけど、やっぱり容量がね小さい。だからいろいろちょっと迷ったんですけど、どっちしよう、買ってね、買ってしまった後に買い替えるって言っても、それだけまあヤフオクとかなんかメルカリとかで売っちゃえばいいんでしょうけど、まあね、もう容量がもともと足りなくなるっていうのは分かってたら、もう後で追加で買っていく方がいいかなと思ってね。トップケースは大きいやつがね、あったんで、それを移植しようと思って。サイドパニアもジビのね、まあ、ジビのやつも、ステンとか、なんか、いいやつはめっちゃ高いですよね。だけど、まあ、樹脂のやつをまた、ちょっと、そこまで大きくなくてもいいから買ってつけようかなとは思っています。教育道路もね、ちょっと一部ね通行止めみたいなところがあったんですよね、ちょっと前にね。あーかんなっちゃった。はい、ちょっと山を走ってきて吉野川に、出ましたね。169号線、はい、今からねまた左曲がって山、まあ、よし奈良のね山の方に入っていきます。はい、まあそこそこね車通りはある道ですね。はい、まあ道も整備されてる道なんでね、奈良ので、ね、山の道結構ね整備されてないところも多いんですけど、ここはねわりかし綺麗に整備されてる方の道になります。まあぼちぼち行こうと思います。はい、今ね大滝ダムのところ、まあダムをちょうど通り過ぎてね、ダム湖になりますけど、通ってるとこです。もうちょっとしたらもうすでにね前行ったとこですけど、道の駅、川上だったかな、というところを通り過ぎるところです。今が8時33分、まあさっきから30分くらい弱くらい走ってる感じですかね。はい、大台ヶ原、も出てきましたね。大台ヶ原はね、まあバイクで走りに行ったことありますけど、まあなんかインフォメーションセンターみたいなところがあって、まあ、ちょっと散策したことあるんですけどね、あんまり奥まで歩いて入るっていうのはしたことがないです。ここも前ね崖崩れがあったところです。今通った橋がなかったんですよね。向こう崖崩れで崩れてしまって仕方がないから橋通したっていう感じで、あ、ここですね、川上村役場でここ越えたところが道の駅、杉の湯、川上ね、っていうところです。奈良もね土砂崩れ多いんでね、山がね結構こう
とんがってるんですよね。勾配が急なんですよね。だからどうしてもね、大雨降ったりなんかするとすぐに崖崩れを起こして、道が通れなくなるっていうのはね、よくあるんですよね。だからこういうの行く前も結構ね、チェックをちゃんとしてから行かないと通れないっていうことがねあるんで、気をつけないといけません。今日もね、ちょっと一応調べてちゃんとね、一部通れなくなってたところがあったんでね、ちょっと前に通れなくなったっていう情報は知ってて、で新たに確認したらね、一応なんか朝から夕方まで、晩は通れないみたいですけど、一応通れるようになってたので、まあ今日行こうかなと思って来ましたね。なんかこう自然の中こう走ってるとね、気分いいのと、キャンプ行きたくなりますね。もうちょっと暖かくなったらね。今でもキャンプ人気で、結構ね、冬場でも予約がね、土日とかだったら結構埋まってるみたいですよね。すごいですよね。まあまだもなんていうのかな、ここまで山じゃなくて、まあ、平地というか、そんなとこだったらまだいいと思うんですよ。こんな山の中ね、かなり寒いと思いますよね、朝ね。ちょっとな、もうちょっと暖かくならないと僕は無理だな。はい、まあということで、まだもうちょっとね、ナビの案内だと、まだもうちょっとかかりそうなんで、ちょっと今時間正確に到着予想時刻見えなかったですけど、はい、まあぼちぼち行こうと思います。ではでは、はい、今トンネルの中ですけど、ループ橋ね、ループ橋のがあるんですけど、そこを行ってます。前にね、大きなトラックがいてるんでね、速度が全体的にゆっくりになってますけど、もうちょっとしたらトンネル開けるんでね、結構景色がね、綺麗なんですよ。とは言ってもね、あんまりよそ見できないんでね、ちらっと見るくらいですか。ここじゃないわ、ここ間くらいのところですね。間くらい向こうに見えてるところ今から行きますね。これでも着くの大変だったでしょうね。これトンネルの中でカーブしていって、しかもそっからまだこれえらい高い橋ですからね。これちょっとあんまり見えないけど、結構ね、そうなんですよ、高いんですよ。もう標高これ何メートルくらいいってんのかな。奈良も南は山ばっかりなんでね本当に事故だけはしないように行かないと。こんなとこで事故したらもう救急車とか車でどんだけかかるのか、本当に事故だけはしないように。僕一応ね、なんていうか、タイヤの空気入れ、電動の空気入れは持ってきてるんですよ。あと、まあ、簡単な補修材みたいなやつね。今日はバッテリーのね、なんていうかな、あれなんていうんだって、スターターみたいな、つないでね。あれも持ってるんですけど、今日はね、まだトップケースしかないし、横にサイドバッグをつけようかどうか迷ったんですけど、まあ別にね、そこまで、今日はだからカメラもオズモアクションだけですから、あとスマホ、iPhone だけで行こうと思ったんで、もう手軽にね、
こうもう撮影もパパッとやってみたいな感じでね、装備はもう最低限でかなり軽装備、身軽な装備で来ています。もうそれでいいかなと思って、一眼のカメラとかね、まあなんかあの本当に写真撮影するんだったら、あのサイドのね、ああもちゃもちゃするなあのサイドバッグつけようと思ったんですけど、もういいかなと思って、前同じ道通ってね、あのドローン飛ばしに行ったりもしたんですけど、その時は荷物ね、ドローンだけで結構な荷物になるんで、あのサイドバッグつけて、さらにドローン入れたマンフロットのリュックを、トップケースに縛り付けて行ってましたけどね。はい、と言ってるうちにもう小田ヶ原、あの上が小田ヶ原のあたりだと思います。あれね、あのあたり見えますかねもうちょっと行ったらね、右に分岐するとこあるんですよ。今通行止めになったりしてんのちゃうかな。この前もなんかここ結構ね通れなくなるんですよね、大台ヶ原行くところ、ここね、右に行くところ、空いてるのかな、ここ右に行くと大台ヶ原です。まあ、そう、大台ヶ原の高い山をまたトンネルでね、貫通してきます。前はこのトンネルを抜けたところへんで猿に会いましたね大台ヶ原はね、よく見かけの鹿はいっぱいいてますよね、野生の鹿が。だから上登ったところで猿は見かけなかったなぁ。ん？なんだ？なんか、あ、対向車も大型ですね。いけるんでしょうけど。この道通ってずっとまっすぐ行くと、あの和歌山の南の方、あれは新宮のあたりまで抜けるのかな。一番南の橋じゃないんですけど、あの三重の方の、ところ、南の方くらいまであの抜けれるんですよね、これ。だから結構ね、ね、あの最初も言いましたように結構まだ道が整備され、ちゃんと整備されてる道路なんで、こう大きなトラックとかも走って、バスも通りますね、バスも。奈良交通のバスが、通ってると思います。まあ、高速通っていくと、こうね、あの、海岸沿いをずっと、行かないといけないのと、まあ、あの、料金も当然ね、高速料金かかるのとっていうので、まあ、行く場所にもよるんだと思うんですけど、僕、だから、あの、串本の方とかね、一番、あの、本州の最南端の串本、キャンプとか、まあ、ドローン飛ばしたりの映像も撮ったりしてましたけど、そこ行くのも結構、僕は下道でとことこ行くの好きなんで、車でもこの道通って、行きます。時間的には、まあやっぱり高速の方が早いですけどね。なんか高速道路って味気ない感じがしてね、なんかあんまり好きじゃないんですよね。あの、目的地まで一瞬でワープしちゃうみたいなね。なんかもうちょっとこう、行く道中も、あの楽しみたいなとかね、まあ、どこに重きを置くかですけどね、早く行ってキャンプの準備パパッとやって、こうあのなんていうか、キャンプ その場所でゆったりと過ごしたいなっていうのか、やっぱりこう行く道中も楽しみたいかっていうところでやっぱりちょっと違ってくるとは思うんですけどね。はい、長いトンネル抜けました。前ね、多分この辺りの山肌のとこから猿が飛び降りてきたんですよ。はいね、多分ね、ナビの予想ではもうちょっとなんですよ。
道の駅僕何回もそこ行ってるんですけどね、多分もうちょっとだったと思います。僕も9時13分着予定で今が8時57分まあもうちょっとあるか、ね、はい、ということで、まあまたちょっと近くなったら撮影しながら行こうと思います。あれこれ なんかまた橋かけてるな。はい、ではでは、はい、どうも。そろそろね着きそうな感じですね。まあもうちょっとあるかはい、まあぼちぼち行ってるんですけど、山の中で、まあ、僕今日奈良市でね来てるんでね、本当にねゆっくりねとことこ行きたいんですけど、前走ってる車とかねさっきのトラックはまあ避けてくれたんですけど、まあトラックの後ろにねもう一台、車がいてて、でその後ろねとことこついていこうと思ってたんですけど、ハザードを焚いてまあ避けてくれちゃってね、だからなんかもう逆にあんまり先行きたくないのに行かざるを得ない状況になってね、はい、まあやっぱりバイクに後ろに疲れると嫌ですよね。確かにね、車でいてる走ってるとね、僕も気持ちはわかるんですけどね。いやー今日はゆっくり行きたいからもう全然良かったんですけど、あれあんなに木々ってあれ雪崩じゃん、崖崩れじゃないですよね。あんなに木々って大丈夫なのかな、ね、僕ね花粉症が結構ねひどくなってきてて、まあ、今年は少ないって言ってるんですけどね、まあ、吉野の方とかこれ奈良の山も杉がいっぱいあるんでね、多分花粉めっちゃ飛んでると思うんですけど、この前何だったかな、何かの記事で読んだんですけど、なんか都会、まあ都会だととりあえずね舗装路が多いんで全然こう地面に花粉が吸収されないから花粉の量結構都会の方が多かったりするっていうのもまあ、そうしてたんですけど、都会の方がなんかこう排ガスとかなんか有害物質が空気中にいっぱいあって、その有害物質と花粉がなんかこう結びついて、でなんか花粉症になるっていうかなりやすくなる。だから都会の人の方が花粉症の 人が多いっていうね、なんかそういう記事をこの前見ました。だからまあもうすでに花粉症になってる、例えば僕みたいな人が山の中に来てどうなのか、まあ、花粉飛んでるの多いでしょうからどうなのかなと思って思ったりもするんですけど、でもまあ意外とキャンプに来てね山の中に来たりする時そこまで確かにね症状がなんかマシのような気がするんですよね。街中いてる時の方がひどいような気はするんで、まあもしかしたらね意外ともう花粉症になってる人でもこう山の中とかの方がいいのかもわかんないですね。いやーもうね最近コロナでずっとねマスクしてますけど、それでもなんかこう花粉症の症状が出るっていうことはやっぱりねコロナのウイルスとかも意外とねやっぱマスクしてても間とかから抜けて入ってくるの結構あるのかもわかんないですねまあしないよりは全然それはした方がいいんでしょうけどねなんかねちゃんとマスクしててもやっぱり花粉本当にちゃんとね全部ウイルスも防御できてたら花粉症もね症状出ないでしょうからね。あとは花粉って意外とこう寝てる時に吸い込んでるっていうのもなんかどっかで見ましたね。なんかこう洗濯物とか着てる外着ていった服についてるやつが部屋の中の地面とかこう当然下に積もってるわけですから、それをこう寝てる時にまあ
布団とかベッドとかで寝てる時に吸い込んじゃうっていうね。意外とこう夜寝る時にマスクするのはいい対策だみたいな記事をそれも読んだことがあるんですけどね。でもマスクしながら寝るのねちょっと僕は無理ですね、息苦しくて。で試そうと思って全然試せてないのは鼻の中に装着するマスク、牛みたいな感じ、まあそんな目立たないようにはなってる製品ですけどね、まあ何個かこうね、出てますけど、あれ試してみたいなと思ってね、なんか洗って何回か使えるとか言ってね、で何個かセットで箱に入って売ってるみたいな感じで見たんで、まあなんか買おうかなと思いながらなんか買えてないです。まあいいかみたいな、マスクしてるしみたいなね、どっちしようコロナでねマスクしないとダメだから。今日はね、ちょっとね、事前に買ってこようと思ったんですよ。ヘルメットをしてたらマスクできないんでね。で、花粉症の症状だけ抑えたいっていうので、それしようと思ってたんですけど、なんかちょっと買いそびれてしまって。はい、着きました。吉野寺。上北山村はい。ここでいいかな。ここを駐車場な。ここでいいか。はい。じゃあちょっとね、反抗していきたいと思います。はい。じゃあスタンプラリーね、ちょっと押してこようと思います。どこにあるのかな。多分ね、この辺りに、あったあったあった。ここで入ってすぐですね。よし。じゃあ押していきます。はい、今押してきました。これ2冊に分かれてもいいんかな？これなんかね、最後送ってなんかあれでき、まあ自分の記念だけやったらいいのかな？全部集められるかどうか分かんないし、ね。とりあえず、今がどこだ？これ13番、ここね。今から和歌山の方に入って、ね、これ和歌山ないですけど、この辺りちょっと回って、こういう風な感じでね、帰っていく感じです。結構距離があるんで、もうどんどんね、ちょっと休憩したら行こうと思います。はい、じゃあね、次の目的地は奥トロ。なんか和歌山のね、ちょっと飛び地みたいなとこなんですけど、そこに行こうと思います。奥トロ。ね、目的地。ああ、ちょ。目的地を設定しました。交通規制に従って運転してください。はい、じゃあ行こうと思います。よいしょ。